どうも、コブラです。今回は、槍の武器、ストーカーのトゲ、バージョン1、鍛錬ビルドについて紹介いたします。それでは、話していこうと思います。武器防具の構成について話していこうと思います。武器については、槍の武器、ストーカーのトゲとなります。防具の構成については、頭をスカルフォージ、体をシュラウド、腕をスカーンにして、足をチャログにします。ランタンの構成についてはエンバーメンラプチャーとなります。武器モッドの構成、そして武器の性能について話していこうと思います。ストーカーのトゲはダメージを与えると一定の確率で与えるダメージを 2.5% 増加するシャドウソウルを5秒間発生させます。ソウルが5個以上あればボーナスダメージが倍になります。スペシャルについては、レックレスリープ、モドについて言うと処刑人の穂先となります。続いて、セルの構成について話していこうと思います。活性化プラス6、武器ゲージのチャージ率がプラス40%、逆上プラス6、体力が50%以下の時、与えるダメージが25%増加、狂乱プラス6、体力50%以下の時、攻撃速度が20%増加、鍛錬プラス6、体力が半分になり、クリティカルヒットの確率がプラス15%、不屈の魂プラス6、体力が50%以下の時、非ダメージ30%減少し、武器攻撃の8%分、体力が半分まで回復します。要塞プラス3、10秒の間、非ダメージがなかった場合は、40のオーバーヘルスを付与。こちらのビルドの詳細については概要欄の方に記載しておきます。続いて、プレイ動画に行きたいと思います。ストーカーのトゲは狂乱がついているため、体力が50%以下の時のビルドに合わせやすい構成となります。今回のビルドについては、攻撃速度が45%となりますが、活性化のセルを合わせることによって効率よくレックレスリープを発動しやすいと思います。今回はストーカーのトゲバージョン1鍛錬ビルドについて紹介いたしました。活性化のセルを入れることで、常時スペシャルも使用でき、損傷ダメージも期待ができると思います。この動画が良かったらチャンネル登録していただけると助かります。